ダメだ、オープニングが思いつかない。やっぱりポリテンシーです。今回はですね、ポケモンワールドチャンピオンシップ2018がですね、行われるわけですよ。8月の24日の金曜日の夜から朝方にかけてまで行われます。それがデイ1ですね。そこからデイ2、それからね、決勝とね、いう感じで数日にわたって大会が開催されるわけです。というわけで今回は、去年ねポケカチャンネルで扱いましたワールドチャンピオンシップ2017のね動画を一緒に見ながらですね、復習をしていこうと思います。よーい、スタート。はい、というわけでこういう感じの会場ですね。結構広い感じの会場で、去年はアナハイムでした。今年に関しては会場がまた変わりまして、ナッシュビルという場所になります。で、結構人も多くて、オープニングもねすごい盛り上がってる感じでね、今年も何かしらあるかなと思います。このね、ポケモンワールドチャンピオンシップスですね、日本でねチャンピオンシップポイントをね、集めていけば参加できたりします。まずは日本チャンピオンを目指してやってもらえたらいいかなと思います。はい、こんな感じで結構ね、去年はすごいポケモン GX に関する映像もあったりもして、非常に盛り上がっておりました。今年もね、何かしらそういう感じの面白いカードの映像あるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけれど、まだ分かんないですね、そこはね。はい、楽しみではありますね。はい、いよいよワールドチャンピオンシップス、結構この盛り上がり感ですよ。で、やっぱり日本人もたくさんいますけれど、日本人以外のね選手も非常に多くて、やっぱりもうワールドワイドですね。これは本当に盛り上がってますね。まあ、カードだけじゃなくてね、ゲームやポッケンとかそういったね大会も行われてますので、一日中盛り上がる感じです。本当にね、今年に関しても結構応援をしていきたいと思っているんで、ぜひね皆さんもニコニコ生放送で見てほしいなと思います。はい、そしてこれがですね、後半でいよいよ決勝戦、ナオト・スズキと呼ばれてですね、日本人選手、ポケカ四天王の一人、鈴木ナオト選手が呼ばれました。去年ね、こんな感じで日本人がですね、世界決勝の舞台に上りまして、ディエゴ選手と対戦をしたと。熱い戦いを繰り広げていって、勝ったのは、はい、ディエゴ選手でしたね。この鈴木選手はめちゃくちゃ惜しかったですね、これ。はい。っていう感じでね、非常に去年もね、大盛り上がりだった大会だったかなと思います。はい、そんな感じで今年も世界大会を行われます。ポケモンワールドチャンピオンシップス2018ニコニコ生放送決定。今回はですね、8月24日金曜日にニコニコ生放送が開幕されます。ゲームとカード、ポッケン全部同じ番組ですので、全部まとめて楽しんでもらえたらと思います。実際ね、開会式が始まるのは日本時間で19時ぐらいかなという感じです。そっからまあ朝の8時ぐらいまでね、番組が続くと思います。同じくね、25日も26日も同じ時間に番組が始まります。というわけで皆さんね、この時間ぜひニコニコ生放送を見てください。では最後に、ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018マスターリーグチャンピオンの米田拓也選手のね、意気込みを聞いてきましたので、そちらね聞いてみたいと思います。はい、去年の世界大会の時は9位で予選が突破できなくて、結構残念な思いをしたので、今年は8位までに入ってちゃんとトップカットに残って優勝を目指したいなと思います。はい、チャンピオンどうもありがとうございました。ぜひ皆さんも日本人の優勝を応援してあげてください。今回は以上です。チャンネル登録もよろしくね。また次回。